ジャニーズ新会社っていつ始まるの？どうも皆さんこんにちは、クーです。はい、今日はですね、旧ジャニーズの方がですね、10月半ばぐらいに今廃業して、そこからスマイルアップっていう保証会社になって、でタレントの方はエージェント会社を設立して、そちらの方で新エージェント名を公募して、まあいろいろと仕事をしていく、まあ分業というか、ジャニーズはなくなってエージェント会社にタレントは移行、そしてスマイルアップは保証会社に専念するってとこなんですけども、ただその中でいつまでこの僕たちは待てばいいのかっていうところで、まあエージェント会社の名前が一向に決まらないっていうところで、今どんな状況なのかっていうのも含めて、いろいろ予想だったりとか、まあ感想についてお話ししていきたいなというふうに思います。今早速お話させていただいたんですけども、皆さんはエージェント会社いつ設立すると思いますか？この旧ジャニーズのまあ良くないところっていうのが、このスピード感だったり遅いっていうところが、まあ本当にネックというかダメだったところだと思うんですね。ただその中でまあいろいろ性被害とかの影響だったりとか、まあジャニーズを廃業してスマイルアップに保証会社に専念したりとか、いろいろ動きは見せてるものの、まあスマイルアップの方はもうあの保証内容とかを提示しているみたいなニュースを見たので、まあ、比較的進んでるのかなと思うんですけども、まあ、肝心の今頑張ってお金稼いできてくれてるタレントの皆さんのことをどう思ってるのと思っていて、10月の半ばぐらいにジャニーズが廃業になって、で10月の末までですね、末までにその新しいエージェント会社の名前をファンから公募したと思うんですよ。でもそれも締め切っている。で今これ撮影してるのが11月末なんですけども、もう1ヶ月経ってるんですね。要はめちゃくちゃ遅くないかっていうのがあるんですよ。1ヶ月何してたんだっていう。なんか僕てっきり11月の頭ぐらいには嵐が活動再開とかするんじゃないのかな、25周年イヤーでっていうのがあって、それと同時に嵐の再結成プラスアルファで新エージェント会社設立、新エージェント会社の名前を発表になると思ったんですけど、もう11月末で、いや1ヶ月間何やってたのってのがあるんですよ。というのも他のあのタレントとかグループってもう前に動き出してると思うんですよ。亀梨くんだったら、まあ、自身で YouTube やって、まあ、メメとね一緒にコラボしたりだったりとか、まあ嵐の二宮くんに関してはおそらく事務所の動きが遅かったりとかする関係で、まあ生田斗真くんもそうですね。生田くんとか二宮くんはまあジャニーズを辞める独立したりだったりとかフリーランスになったりとか、でジャニーズ WEST に関しても10月20日ぐらいには WEST っていう名前にして新スタートを切ってるわけなんですよ。だからもう WEST って名前にしてからもう1ヶ月以上経っているんですね。まあそこでちょっと気になったのが、関ジャニ∞っていつ名前変わるのかなと思ってたんですよ。まあ WEST が名前変わって、結構ネットニュースとかでもジャニーズ WEST が WEST になった、まあ WEST の候補としてビックリマークが7個とかいろいろあったんですけども、そこで次に注目されたのが関ジャニ∞だと思うんですね。まあ、セクシーゾーンに関してはそのジャニーズって名前が入ってるわけじゃないんで、まあ、好きなタイミングで改名できると思うんですけども、関ジャニ∞ってやっぱジャニーが入ってるんで、他のジャニーズのグループ会社もジャニーズとか J とかって名前は全部消してるのに、関ジャニだけ唯一残ってるんですね。で僕これちょっと予想になっちゃうんですけど、早く帰ればいいのにな、世間から叩かれちゃうのにとか、早くエイトとかでもいいじゃんと思ったんですけど、もしかしたら新エージェント会社の名前を入れるんじゃないのかなと思ったんですよ。例えば、まあ、ソニーズだったらカンソニーエイトみたいな、ちょっとめちゃくちゃですけどね、なんかそういう風に新エージェント会社の名前が出てから自分たちも発表しようとしてるんじゃないのかなっていうのが、まあ、ちょっと予想というか、じゃないとなんかさすがにちょっと関ジャニも遅いんじゃないかなっていうのがあったんで、もちろんメンバーが忙しいから集まれないっていうのもあると思うんですけども、でもやっぱそんなの世間はあんま認めてくれないじゃないですか。忙しいんだ、じゃあ名前変えるのも遅くなっちゃうよねっていうのは、多分あんまりアンチとかからしたら、まあ、格好の的というか。あともう一つ危惧してるのが、せっかくこの9月にいろいろジャニーズって名前を残しますって言われて、いろんなスポンサーから切られて、で10月半ばにジャニーズって名前を変えますと、で10月半ばにジャニーズがなくなって、10月末に名前を公募してエージェント会社にしていきますっていう風になってるのに、1ヶ月何も動かなかったらまた見栄えが悪くなると思うんですよ。というのが、まあ、一旦この1ヶ月何も動きがないことに対して、世間のみんなからもジャニーズっていうものが関心が薄れてきてると思うんですよ。だから前ほど叩かれてないというか、
ただ今ってみんな忘れちゃってきてるというか忘れてきてくれてるのに、またここでどっかのタイミングではエージェント会社の名前を発表しなきゃいけないじゃないですか。またプラスアルファで社長の就任だったりとか、まあ、そういった2つの要素をまた出した時にまたネットが荒れると思うんですよ。そしたらまたジャニーズ、旧ジャニーズがとかスマイルアップがとか新エージェント会社があってまた叩かれるんですよ。個人的にはその9月半ばぐらいから11月の上旬ぐらいまでにジャニーズは叩かれるっていう時期にしといて、もう今は落ち着いてるっていうのが一番理想だったんじゃないのかな。11月上旬にすぐエージェント会社の名前発表して社長も発表して、またその時噂がわーってネットニュースとかになって叩かれるじゃないですか。今日叩かれても、まあもう決まってるお仕事とかはあるんで、だん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 と時間が経ってって、みんなからそういうジャニーズとか悪いことの噂っていうのがなくなってもらうタイミングで、1月のクールでみんなのドラマがとか、特にスノーマンとか多いと思うんですよね。今ドラマ伊達さんも新しくドラマ決まりましたし、なのにまだ決まってない新エージェント会社ってなると多分12月発表すると思うんですけど、みんな1月からのドラマ決まってるのに、また1ヶ月前の12月でめちゃくちゃ叩かれるって、わかんないですけど、じゃあショッピーのドラマふざけんなんでスノーマンジャニーズだか出してんだよとかってなったらめちゃくちゃもったいないと思うんですよ。タレントはもう仕事決まってそれに向かって一生懸命やっていくだけなのに、それを守ってくれる事務所が遅すぎて、事務所がまたここで新エージェント会社ソニーズだってなったらすごい浅はかだっていう意見だったりとか、まだお前らはそのこのごたごとやってたのかとか、忘れてくれた人たちもまたぼっと気持ちを逆なでてしまうというか、なんか今年中にはいい加減終わらせなきゃいけないと思うんですね。この新エージェント会社名前出してまた叩かれるっていうとこまでセットだと思うんですよ。もう何やっても叩かれるのは絶対なんで、けどそれで決まってるお仕事にまた不利益というか悪い影響を与えるのは本当に損だと思うんですよ。せっかく桜井くんだってベストアーティストの MC 継続できてるわけですし、また12月2日ぐらいでしたっけ、ベストアーティストとかその時期ら辺に新エージェント会社の名前出したら、また桜井くんめっちゃ叩かれると思うんですよね。だからもう叩かれるのはタレントなのに、事務所の動きが遅すぎてタレントが守れてないっていうのが、なんか本当タレントにおんぶに抱っこな感じがしてるんですよね。だからもう本当スピード感持ってっていうか、もう遅すぎるんですけど、なんか僕本当11月の上旬にエージェント会社の名前出ると思ったんですよ、嵐のデビュー日ぐらいの前後には。それがまさか、あ出ないんだ、嵐の発表も何もないんだ、ほーんとか思ってたら11月半ば、もう11月末だよみたいな、公募終わってから1ヶ月みたいな、遅ーみたいな。せっかくスノーマンとかセクシーゾーンとかいろんなグループのとか言っちゃったね、グループの人たちが頑張って仕事してるのに、それに対してこんだけ遅かったら、本当ニノとか生田斗真くんみたいな、他にもどんどん出てっちゃう事務所と思うんですよ。亀梨くんだって自分で考えて YouTube やってるのに。だからもう少しスピード感持って早く新エージェント会社の名前と、まあ、関ジャニ∞の名前も変更あると思いますし、もっとスピード感持って動いてほしいなっていうふうにちょっと個人的に思いますね。はい、今日はですね、まあ旧ジャニーズの方でのスピード感がかなり遅いっていうところで、ちょっと自分の思いをお話させていただいたんですけども、まあ、ぜひ皆さんの方でもですね、まあ今の動きの体制だったりとか、このタレントのことを足引っ張ってしまう事務所のことだったりとか、皆さんの思うところをぜひコメントで教えていただけたらなというふうに思います。はい、自分はですね、こういった旧ジャニーズの話っていうのを自分の思いや主観でお話させていただいているので、ぜひチャンネル登録、高評価で応援していただけたらなというふうに思います。本当いい加減にしてくれ事務所。またね。